どうもバーンです。今日はですね、またしても、こんなものを購入しました。これね、動画説明欄の方にもリンクを貼っておきますけれども、まあ、ただのね、ただの空気入れです。ただし電動空気入れです。電動空気入れ、ああそう、まあ、あのよくね、そこら辺にあるやつやと思われますでしょう。これを買ったのには訳がありますね。ちょっと開けてみましょうか。まあ、あのいつものもうアマゾンの中華系の怪しいやつですね。でね、もうまあ評判がまあまあいいんですよね。どんなものかっていうと、リチウムイオンバッテリー搭載の、2500mAh やったかな。で、おお、出てきたね。もうこんだけのもんですね。非常にコンパクトですね。で、ここに空気の突出の穴がありますね。で、ここでね、なんかね、スポッて抜けるらしいの。おお、抜けましたね。で、これをここに、まあ、くるくるくるっとこう刺して、はい。で、これで、これでもう、米式、アメリカ式ですね、の、バルブになるらしいですね。で、ここは、くるくる回るらしいですね。で、これで、例えば、自動車のタイヤの空気入れとかができるということらしいですね。で、自動車4本ぐらいのタイヤだったら、なんとかいけるらしいんですけれども、特筆すべきは、まあ、デジタルのね、制御になっていて、空気圧、指定の空気圧になったら自動的に止まってくれるという機能があることと、あとそれから、現在の空気圧がいくらであるかっていうね、測定の機能まであるということですね。で、しかもこれで5000円台なんですね。いやー、素晴らしいですね。こういう商品、もうもはやもうバンテビが、何度かね、これまでの動画の中で言っている通りですね、こういう商品をもはや日本企業が作れなくなっているということなんですね。いやー、怖いですね。まあ、充電はしないといけないんですけどね、充電はいつものように USB Type-C で充電するだけということですね。でね、まあ、ただの空気入れなんですけれども、これなんですけど、バンはこれに使おうと思ってるんですよ。これね、これ分かりますかね。ちょっと見せますね。はい、ピント合わねえな。あ、あった。これです。この口と米式、この商品の、概要も動画説明欄の方にリンク貼っておきますけれども、これとこれを組み合わせるんですよ。これをね、試してる人、今だかつて、YouTube 上にも、ネット上にも多分おられないと思います。はい、組み合わせてみます。これね、何の口かって言ったら、サップです。はい。サップです。サップ、つまり、スタンドアップパドルボードですね。できました。つまりですね、これでサップの空気入れが自動でできるんじゃないかなということなんですね。早速ちょっと充電してね、で試していってみましょう。もうね、待ちきれないですよね。ちょっといっぺん電気入れてみます。多分ここをね、長押ししたら電気が入ると思うんですけど、ちょっとここをね、保護シートをどけてしまいましょうか。電気入れてみます。おや？お、来た！来ましたね。電気入りましたですね。バッテリーは、おお、そこそこありますね。で、どうすればいいのかな？今、PSI ってなってますね。
PSI っていうのは、SAP でよく使われる圧力の単位ですね。圧力の単位ってのは結構いろいろあって、キログラムなんちゃらなんちゃらっていう単位と PSI っていう単位と、あともう一つなんかいろいろ単位があるんですけども、SAP の場合 12PSI が必要ですね。で、この圧力っていうのは、自動車の空気圧、自動車のタイヤの空気圧とか比べればだいぶ低いんで、とりあえずどうやって使うのかな、すいません、ちょっとだけ勉強します。一旦カット。はい、どうもです。一応ね、内容物の確認をしておきます。もう順番めちゃくちゃ。はい、当選おめでとうございます。当選おめでとうございますですね。はい、はい、当選おめでとうございますなんですけれども、中国から送られてくるの商品にはよくあります。もうこれはもう残念ながら、いくら当選おめでとうございますでも、まあちょっとスルーした方がいいと思います。ちょっとね、そもそも全部の商品に当選はないだろうといったところですね。で、内容物の確認ですね。あ、これは、ここのこれただののバルブのところに空気が入、空気じゃないや、砂とかが入ってこないようにするための、線ですね。あれ？線の割にはなぜか穴が開いてるではないか。ちょっとこれは説明書をまた見よう。そしてこれは、はい、これはあれですね、サッカーボールとかボール系、ボールを入れるやつですね。はい、そして、はい、これなんですけども、はい、こんなんも入ってました。これは、ビーチボールとか、浮き輪とかですね、を入れるやつですね。そして、いつもの USB Type-C のケーブルが1本入ってますといったところですね。短い。めっちゃ短い。あ、それから、キャリーポーチついてました。これ、ありがたいですね。SAPの遊びに使うときにね、砂まみれにならないっていう意味でも非常に重宝すると思います。で、操作方法ちょっと今から勉強します。一旦カット。はい、いいと思います。もうめちゃ簡単です。まずこのね、上下キー、この上下キーで、単位を切り替えます。単位はキログラムスラッシュ、センチメーター自乗、それから PSI、それからバーっていうね、単位が選べます。まあ、SAP で使えますんでね、上下押してる、PSI にしますよね。で、まあ、左右押しますね。左右押して、SAP の適正の圧力ですか。それは、だいたい11から12と呼ばれてますね。じゃあ 11.5 にしてみましょうか。11.5、はい、11.5 にしました。そして真ん中のボタンをもう一回押せば、空気が入り始める。そしてもう一回押せば、まあ、とりあえず途中停止で 11.5 まで行けば自動的に止まると。でもそれだけの話ですね。ちょっと試しに今ね、まあ、SAP はつながってないですけども、ちょっと試しに入れてみます。今ちょっと入れてみたんですけども、試しにやってみたんですけども、割と爆音ですね。ちょっとやってみます。5秒前、4、3、2、まあ相当な音ですね。でね、この下ボタンですね。下ボタンが、まあ、車、それから自転車、バレーボール、ちょっといろいろこうモード切り替えがあるみたいですね。ちょっとここどういうことなのか、この上下の PSI 単位とどう違うのか、ちょっとこのあたりを、もうちょっと詳しく調べてみます。一旦カット。はい、どうもです。下ボタンと上ボタンはちょっとね、説明が難しいんですけども、下ボタンを押せば、ま、とりあえず、車モードの場合に近い、設定範囲が選べるということです。で、もう一回押しますね。これバイクかな、バイクモードですね。バイクモードにした場合40とかになりますでしょ。で、バイクの場合は
だいたい0から55とかってね、PSI と。まあ、基本 PSI みたいですね。で、簡単に使おうというときは下を押したらいいということですね。下で、例えば自動車ということであれば 35PSI ということですね。で、自動車の場合、日本の空気圧の一般的なところでは、キログラムなんちゃらなんちゃら、キログラムスラッシュセンチメーター事情というところで 2.4。ということが出ますよね。まあ僕の車の場合は 2.0 とかだったりするんですけども、まあそれはさておき、下のボタンを押したときは、つまりその対象になっているものに近いところの値のデフォルト値が出るということです。だから下を押してみますね。一番最初は自動車ですね。その次バイクですね。その次自転車ですね。その次サッカー、バスケットボールですね。その次これカスタム。です。だから、SUP の場合はカスタムになりますね。だからカスタムっていうのは今デフォルトが 0.8 とかってなってますけども、SUP の場合は 11.5 ですから 11.5 ですね。でこの状態で、スタートボタンを押せばいいだけということですね。でバッテリー残量は、到着したに直後にもかかわらず満充電ですね。でそして明日は今年初の夏日ということでですね、サップを、琵琶湖湖岸で楽しもうというふうに思っています。なので、いつものように、サップのね、電動じゃないや、手動の空気入れ、これで一生懸命もうやることないと。やっぱりね、サップやるときっていうのは、スポーツではあるんですけども、もうね、やっぱり優雅に行きたいんですね。だからもうどっちか言ったら、まあ、そのサップ乗る前にねこれやりたくないんですよ正直ね。なんとなくわかります。だからおもむろにこれでちょっと音はうるさいんですけどね、ブワーとか言って、サップ破裂したらどうしよう。最初はちょっと小心もんなんで 10PSI ぐらいでやりましょうか。まあそれはちょっとあんま良くないかな。とりあえず 11.5 でやりますけれども、今ねこれ上の方で 0.0 ってあるじゃないですか。これはぶっ刺した時に、今現在もちろんねここフリーになってるんで 0.0 ですね。これがちょっとずつ上がっていくということのはずです。一応予習はしてあるんでね。というわけで、この商品名はですね、ポータブルスマートタイヤインフレーターですか。商品名はちょっと動画説明欄の方にリンク貼っておきますけども、聞いたことない中華メーカーの商品ではあるんですけれども、いやSUP の電動空気入れで検索したらいろいろ出てきますけども、自動車のね、シガーライタープラグから取ってとか、もうねそんなこと、正直ねだるすぎます。このコンパクトさ、そしての手軽さですね。これでええんじゃない。5,000円かかりますけども、SUP の純正のこのプシプシある空気入れ、あれ単独で買っても5,000円ぐらいするんですよ。ということはこれでええやん。ただ電気もんなんで、壊れてしまったら充電し損なったりしてしまえば、それまでですけども、でもプシュプシュもね、あれトラブル結構ありますよ。言うたら自転車の空気入れみたいなもんでしょ。自転車の空気入れって結構壊れるんで、そんなことを考えたら、まあ事前に充電しておかなければならないっていうのもありますけども、楽しみです。まだ実際に使ってどうかっていうことがね、まあ、重要なんでね。この動画ではただ開けて試運転するだけ。すいません、ほんとすいません。必ず実際に使ってみてどうかっていう報告はさせていただきます。本日の動画は以上です。ではでは。